皆さんどうもドラゴン TK です。では今回も新さんの放送をエグゼでやっていきましょう。ということでね、トマスレベル人徳をやっていきましょう。前にね、ライヒンがね、先に行く。ようやく決心してくれましたか、劉備殿。あまりに俺を待たせるので首でも締めてやろうかと思いました。怖い怖い方正。俺は拾ってもらった恩をあなたに返さなくてはならない。エキシュを必ず劉備殿のものにしましょう。エキシュの都を生徒までは、うん、まずメンチクを通るよ。メンチク六条に入ったら諸葛亮に援軍を頼んで戦力を整えようか。少しずつだけれど最後の力が近くなってきている気がする。やはり最後の力は益州にあるみたいね。となるとあいつも。じゃああいつも、いや今は目の前の戦に集中しよう。よし、まあ法政ですか。ではね、行きましょう。試される人徳ですね。よし、行きましょう。行こう行こう。もうね、じゃあいよいよ生徒へ向かうよ。まずは落城を抑えようかね。落城を抑えよう。己劉備め、何が人徳だ。同族の劉将殿を攻めおって落城には行かせるぞ。多分ね、今の生徒はいいやつね。あいつらは劉備殿はもちろん宝刀殿にも倒れられてはいます。え、マジで恩を売るつもりで二人を守ってください。恩を売るつもりで二人を守ってください。おお、結構進化してるか、結構進化してるか、楽しい。なんかこっちまでちょっとでもよ、あっ、なこいつ全然ね、なんかやってないから移動ね、話しとか、あるやつ持ってんの、どうぞ。その証拠がないんで、この景色は好きな、好きな勇者との戦闘陣に戻る。だが民たちが望むなら私は戦わなくてはならない。そうだよ、勇者の町事は当たっていっぱいいるから。町事というのはまあ正式で、若い人の目に言うとで、あとこいつルール6じゃん。マジ全然ルールだけしてないね。うん、そこにあったそのね、ワールドにあったシネルにあったルールになるね。行きましょう。言ってないけど、ちょっと待って。嫌なところやな、嫌なところやな、お前は。ちょっとこれ、よし、いいね。今日発表、何劉将殿を救援するためここに参上。益州に争いをもたらす劉備を倒すのだ。行軍を指揮する者を狙え。なあ、そういや脅威ってなんか職の将の一人でしたね。そういや、お前は宝刀を狙っているよ。うん、あれが天水のキリンジですか。ああ、キリンジな。ずいぶん頭が切れるらしいですよ。マジ厄介なので早めに潰しておきましょう。あれ、そんな早く潰すな。何、援軍ならこっちも呼んであるよ。天水のキリンジにも負けないぐらい元気な子をね。え、誰呼んでくださって嬉しいです。お、カンヒベ、カウの娘やん。よろしくお願いします。うん、ふつかものですが、ふつかものちゃうよ。いや、ありがて。おお、あれは雲長の娘か。そやね、兄弟の子と共に戦うことができるとは頼もしい限りだ。うん、俺もびっくりだ、ここに出てくるんや。よっしゃ、で、あとやってるのは、ちょっとしたら、ちょっと聞こえてるの。いいよ、ごめんよ。あ、まじか。どうなった？どうなった？今日見つかるようになった。これ、ちょっと、
ったところなかったり。ハッキング。ここで倒れるわけにはいかん。一旦引くぞ。今日ねめっちゃ疲れてたんですよ。あ、最初一三五との四百七歳だな。ちょっと本屋がね。あ、これせるよ。これせるよ。表面せるよ。表面せんでいいで。とりあえず、あとはこっちか。残さずにやっていかないね。こっちも重いていかない。おお、右軍団、出たしかったよ。ケーキ欲しかったよ。ケーキ欲しかったよ。なら、どうして、ここ、出ていか。あ、こっちか。じゃあ、で、あと行くのが、ガチリ欲しい。どうやるか。やっぱちょっと、透明、大丈夫だ、やっていく。ちょっと、ちょっと、まだまだ最後。全然、メンチク砦の防備が手薄なのは気になるね。敵さん、何か仕掛けてくるかもしれないよ。何？あ、これってここか。何か仕掛けてくるね、きっとね。ここか。え、ちょっと待って、ちょっと待って、え？ここを通るつもりか。させぬ。じゃあもう倒しましたけどや。どこに行け。おじゃ。ボートの懸念が当たったわね。うん、当たったね。こういう場面は慌てたら負けよ。冷静に対処して門を開けましょう。まあ開けるけどな。待ち伏せ。でも負けられない。勘銀ペかわいい。勘銀ペかわいい。なんか来なきゃね、ママ父上の後を追って、なぜに登場する。ここはまたいいか。向こうラインでね、興味違いじゃないよ。調べるか。いざ参る。うわ、逃げる。あ、見せた。変なところに逃げてる。間違えた。くそ。飛び込んだからいけない。何？あ、いけるやん。ナイターから、ここに飛び使っていこう。どうするかやね。まあ、いや。こっちに使ったらいいか。じゃあ、今、そっち。あ、いいね、素晴らしいよ。何？地区の砦が落とされただと。このまま捨ておけるか。捨ておけるか。いや、もうワンもどっちみちやられねえから出てこんでいって。敵の本拠が近いとはいえ援軍が多すぎる。例の無尽蔵に補充する力、まさか。何？え、兵を無尽蔵に補充する力？まさか、ん？何が起こっているやろ？何かいけない感じがするのは気のせいかな。その情報を行ってもらって。いやいやいや、そんな鬼は。こっちも行ってもらって、適当にね。あとはやっておこう。ここを抜かれては都合が悪い。消えてもらおうか。先ほどの借りを返してやる。弓兵部隊、攻撃を仕掛けよう。何？どっから上がれる？いや、どこからも上げられへんけど。え、どうしたらいいの？あいつどうやって倒したらいいの？随分と高いところに敵さんがいるね。そうやね。あそこから攻められたら撃つ手がないよ。え？ちょっと待って。指揮してる武将を倒しちまいな。高台からの攻撃に注意せよ。どっから行ける？あそこ。はいよ、はいはいはい。おお、助かる。助かるわ、待って。おお、でも、だからかね。どこまで？活躍しないと、活躍しないと。え、どっから行ける？無理やんな。はい、あそこどうやって行け？ちょっと待って。え、そう、行こうじゃないよ。あ、まあ、別に、ブレイブやったら、まあ、行っちゃいないけど。みんな、大丈夫よ。まずい。完全に敵の射線に捕らえられているぞ。弓兵の攻撃停止。アホじゃねえ。よかった。いい調子だよ。みんなそのまま頑張ってくれ。うん、頑張るね。ごめん。本気だ。ボディア。で、あ、どうぞ。クリーンで。よ、倒されない。ああ、これは、今も出てきやがって。よっしゃ、はい、よっしゃ、よっしゃ、なんか全然リュウリと構成が形しないけれども、まあそこは気にせんとこ。
出ないとな。やってられへん。移動プラス1があるよりは最初に行きまがらないか。それがないとったらね、行くんやな。マジで。なに？お、やはりこれ、これが。おっしゃ、リビュー全体超進あいくよ、どうだ、オーケー、よし、取ったなんじゃ、もうちょいユリ、またそこやったんやんやばいな。もう楽勝まで迫ってきたか。だが、お前たちを龍将殿の元へ行かせてなるものか。元気やし、道を開けということね、オッケー。よし、じゃあ行こう。ここは、あとこいつ。おーおーおー、お待たせしました。お約束していた賢秀からの援軍も間もなくこちらへ到着します。マジで到着する？すまないで諸葛亮。さあ、これで劉備殿の国を手に入れる準備が整ったよ。天水麒麟寺、こちらへ引き込むことはできませんでしたか。あの際、ぜひとも欲しいところでしたが。諸葛亮も一目置く。すごいね。驚異的だわ。そういう人が出てるから。出てるから、やめない。よし、やっていこう。こっち、こちらに。あ、こっちなんや。こっちなんや。こちらはずれてきた。なに？こちら。よし、これで。OK、終わったんじゃ。終わったんじゃ。終わったんじゃ。これで六条は目と鼻の先だよ。だけどな、その先には劉備殿の新しい国が待ってる。あと一息、みんな頑張っとくれ。うん、頑張るけど、お前ちょっとさ、怪しすぎんねんけど。うわ、無理やった。団員以上に、団員以上に以内に興味を世に対応することは自分の中にいらっしゃい。お、ファイトボーナス、素晴らしい。見てなかったからちょっと見とこう。お、6が来てないね。来てないね。お、けど移動が来てるね。助かるわ、それは。劉備とかそこら辺につけていこう。なかなか活躍する場がないからね、出ないと。では今回はね、これで終わりにしましょうかね。ですね。それではご視聴ありがとうございました。一応ね、チャンネル登録とツイッターアカウントのフォローお願いいたします。一応ね、概要欄のところから URL 貼っておきます。貼っておりますんで、そこからな、そこからね、そこからな、ジャンプしてツイッターのフォローお願いいたします。ではさらば。